任期満了に伴う日野市長選挙が今日告示されました。立候補したのは、いずれも無所属新人の元市議、中谷義行氏と、元支部長、大坪冬彦氏の2人です。今回の選挙では、小金井市、国分寺市とのゴミの共同処理計画が争点となっています。計画には断固反対いたします。ゴミを減らして、もっと安全で小さな焼却炉でやっていく。馬場市政16年間を引き継ぎ、その中で培った知識と経験を生かし、世代交代を図り、新しい市政を作っていく。日野市長選挙は今月14日に投票が行われ、即日開票されます。